こんにちは、南原です。皆さん普段パソコンは何を使ってますか？ Windows 派ですか？それとも Mac 派ですか？実を言うと僕は Mac 派なんですね。今日は Mac 一つでって言ってもビッグマックじゃないですよ。ビッグマックじゃないですよ。 Mac コンピューター、そう、そのたった一台のコンピューターで僕が15億円の投資を受けた。つまり投資というのは借り入れと違って返済しなくてもいいお金。こんなお金をですね、僕が受けた理由、なんといっても僕が思うのはですね、その当時僕が Mac を使っていたから。そういった道具をいかに使いこなして自分の事業や人生を変えていくか、こんな話を今日はしたいと思っています。僕はですね、実は言うと Mac エヴァンジェリスト、まあこの言葉分かる人にはピンとくると思いますけど、エヴァンジェリストというのは宣教師なんですね。つまりマックの熱狂的なファン、それぐらい僕はマックが好きなんですね。私は昔からマックを使っていました。当時マッキントッシュというブランド名だったんです。1985年、そう、僕が25歳頃の頃、当時うちの会社はですね、まだ社員は5人ぐらいしかいなかったですね。でも実を言うと会社にはマッキントッシュという当時は珍しいコンピューターが10台近く置かれていて、なんとですね、その頃のコンピューターっていうのはデータをやり取りするにはフロッピーディスクというこんなやつですね、これをですねガシャンと入れてそこにデータをコピーして隣のパソコンに移さないといけない。もちろんメールもありませんし、今みたいに LINE もありません。だからデータを移すにはいち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 このフロッピーディスクというものをですねコンピューターの中に差し込んで、それにちょっと時間をかけて書き込んで、それをさらに隣のコンピューターに、これをですね、僕はですね、なんとですね、今は LAN、 もっと言うと無線 LAN が主流ですが、ちょっと前まではこういった有線 LAN、 このケーブルでですねコンピューター同士を結んでいってデータのやり取りをしているんですね。でも僕はですね、その LAN ケーブルが出る以前の同軸ケーブル、つまりテレビのアンテナみたいなケーブルを使ってパソコン同士を結んでいたんです。ある時ですね、うちのオフィスに Windows を使ってるシステム会社のエンジニアさんが来たんですね。僕の Mac のドラッグ&ドロップを見てですね、こんなことでファイルが転送できるんですかって言ってびっくりしてたんです。フロッピーディスクは使わないんですかって言って、これって今は当たり前のことですが当時すごいことでした。じゃあ誰にもできないことかというと、実を言うとやる気になれば誰でもできたこと。でもこれをやることによってですね、我々の会社相当な業務効率を図りました。さらにですね、当時としては珍しく RDB リレーショナルデータベースを社内で構築して、それによって顧客管理とかがどのパソコンからでもできる。当時はですね、僕の友達はですね Windows の PC98 というですね IBM の真似をしたようなパソコンを使っていたんですが、その人たちはですね一つのコンピューターでしか一つのデータベースに触れない、多くのコンピューターで一つのデータベースに触ることができなかったんですね。まあそんなことをやってる会社ということもあってですね、当時僕はですね1990何年だったかな、忘れちゃいましたけど、まあその時にですね5億円の資金調達をし、さらに2000年頃にですね田園調布に本社を持つチェッカーモーターズというアルファラメオのディーラーを買収して、その資金5億円を調達したんですね。ベンチャーキャピタルに提出してた100ページの事業計画書、それはですね僕らマッキントッシュでフルカラーで作ったんですね。ところが当時ですねベンチャーキャピタルにいろいろこう事業計画書を出してきた人たち全員が白黒でした。どうですか、もし皆さんがですね白黒のなんとなく分かりにくい事業計画書、それからカラーでできたものすごく素晴らしい事業計画書、この2つを見比べた時にどちらに投資します？そのせいもあってですね、僕はなんと総額で15億円の投資をベンチャーキャピタルから受けたんですね。つまりですねビジネスをする上で、例えば100万円の投資でですね15億円の投資がつかみ取れる、こういったことは必ずあるんです。
道具とか機械とか、最近で言うとガジェットっていう言い方をするかもしれませんけど、そういったものは必ず使っていけば自分の人生の役に立つことは間違いないです。例えばですね、腕のいい大工さん、ものすごい綺麗にカンナでシュッて剃りますよね。あのカンナ、ボロボロのカンナだったらどんなに腕が良くてもですね、剃れないんです。よく工房は筆を選ばずと言いますが、実を言うと筆を選ぶんです。大工さんはカンナを選んでます。そうすることによってですね、素晴らしいいい仕事が気持ちよくできるんです。だから僕らはですね、必ず仕事をする上で道具は選ばなきゃならないです。さらにですね、1980年頃僕はですね、弁護士を雇わずに自弁という方で裁判をしたことがあります。当時まだ Windows のパソコンには縦書きの能力がなかった時代です。そんな時代に僕はマッキントッシュを使ってですね、弁護士さんが出す書類をですね、きちんと明朝体の縦書きの書式で書いて、素晴らしく綺麗な読みやすい書類を裁判官に提出したんですね。そうしたら裁判官がびっくりして、これってどんな風にして作ったんですかと、まあそんなことも言われて、当時ですね、僕はマッキントッシュをいろんな形で事業に利用していました。そのせいでおそらくですが Windows を使ってた以上の効力を発揮して事業を成功に収めることができたんです。そう、僕がですね Mac を大好きな理由、これは何と言っても Mac はですね、いつも素晴らしく使い勝手がいいとかいろんな理由があるんですが、今回ものすごい進歩したんです。 Mac はチップを変えました。今回のチップはですね、 M1 チップというアップル独自のチップなんですね。そのチップについて少しだけ説明してもいいですか。少し熱くなりますけど聞いてみてください。ユニファイドメモリーのアーキテクチャ、これもすごいですし、 CPU は8コアなんですね。 GPU の性能も恐るべきスピードで、なんとですね、一度に2万5000近くのスレッドを処理できるんです。これも驚くべきことです。例えば1時間かかっていた映像の書き出しがですね、なんと6分で終わってしまう。この間秘書さんがびっくりしてました。普段1時間ぐらいかかる書き出しがですね、ちょっとお手洗いに行ってきますっていう間に終わってて、あれ書き出しするの忘れたのかなと思ったら、実を言うとできてたと。さらに今回ですね、 OS、 これも Mac に最適化されていて、とにかくパフォーマンスがいいんです。まあこれぐらい新しい Mac はすごいんです。そんなわけでこの Mac を使って、僕らはその当時ですね、事業計画書カラープリントで作りました。でも今ひょっとしたら事業計画書動画で提出時代になるんじゃないかと僕はそう思っています。動画の方がより渡すデータ量が多いんですね。つまり処理する時間も長くなる。そんな時により早く動画を処理して提出できる。 Mac 素晴らしいと思いませんか。もちろんコンピューターがやってくれる時間が早ければですね、僕がいつも言っている世界のどんな金持ちでも、どんな貧乏な人でも1日は24時間、でもですね、その24時間の時間をコンピューターが少しだけ削り出してくれる。そうするとあなたの実質的な時間が増えるんですね。さらに今ではアップルウォッチの連帯、なんと不整脈も検出できるようになりました。それからもちろん iPhone との連帯、素晴らしいです。僕は昔はですね、ブレゲの時計とかも使っていましたけど、今はもう全くそういったものを使えない時代になりました。そう、Apple はデザインも素晴らしいです。iPhone もですね、ずっと使っています。初期型から。まあ、最近の iPhone ですね、あまりにも進化して素晴らしすぎて、まあ、これを使いこなす人間の方が若干追いついてないんじゃないか。今話したようにですね、たった1台のマッキントッシュだったかもしれません。でもそのマッキントッシュが大きく寄与してくれて、なんと15億円の第三者割当に成功しました。これからはですね、動画で事業計画書を出す時代が必ず来るはずです。そんな時ですね、パソコンやスマートウォッチ、そういったものをビジネスの上で有効に使いこなすことによって、皆さんのビジネスや成功に大きく寄与できることがあると思います。ぜひ皆さんもですね、今日の話の中から何か皆さんの人生が良くなるようなヒントがあればと思って今日お話しさせていただきました。今日もご清聴ありがとうございました。